ニュージーランド国防軍は、ニュージーランドにおける国防組織、陸海空の3軍からなる。ガリポリの戦いにて、負傷兵をロバに乗せ運ぶ医療部隊のリチャード・アレクサンダー、ディック・ヘンバーソン中尉総督を名目上の最高指揮官とし、国防大臣を通じて指揮が行われる。国防大臣が政府内における主要な、 軍事顧問として、軍に関する責任を負う。2007年時点の現役兵力は、約9000名。ニュージーランドの主権領域及び、関連領域の防衛やテロ等に対する防護を、行い、その他、太平洋安全保障条約に基づく防衛協力、平和維持活動の実施を目的としている。ニュージーランド軍公表の趣旨書においては、関与する。 地理的領域に、ニュージーランド本土の他ニュージーランド王国、ロス海賊領が記載されている。植民地派遣のイギリス軍が前身であり、19世紀には、先住民との交渉も行っている。ニュージーランド独立後も、イギリスとの協力関係にあり、第一次世界大戦では、安則として、中東、欧州戦域に兵力を派遣し、 第二次世界大戦でも来たアフリカやソロモン諸島で戦闘を行っている。冷戦期にはマラヤ紛争、朝鮮戦争、ベトナム戦争に兵力を派遣した。訓練中の兵士テカポ軍事キャンプのンツェラブ、ニュージーランドリーク軍はニコ軍及び特殊部隊などで構成されている現役兵力約4500名。戦車は保有せず、 装甲兵員輸送車を主装備としている。車両火器火砲消火器、ミサイルクック海峡における、HMNZS テカ派と他の RNZN 艦船ニュージーランド海軍は、アンザック級、フリゲート2隻を主力としている。プロテクター計画により装備の更新を実施中であり、カンタベリー多目的艦やオタゴ級紹介艦の収益がなされている。 編隊を組むネーズフのボーイング757、2機の、ロッキード P-3K オライオンとロッキード C-130、H ハーキュリーズ NH90 ニュージーランド空軍は2008年時点では5個、航空隊で編成されている。輸送、懲戒兵力のみであり、戦闘機は有していない。これは、冷戦終結後の1999年に、決定されたことであり、 2001年には F-16 売却の話も断っている。このため2003年までに戦闘機、攻撃機部隊は廃止された。固定翼機回転翼機。ありがとうございます。